いつものように出先でブースを構え、訪れた人に自分の感じた思いつくままの言葉をしたためる書家片山さとしさん。はい、はい。その人のなんか中にあるものを感じて書くいい感じですね。最初のなんか1、2行ひらめいて、あとはもうそこから続いていく感じですね。作品が完成すると片山さんが必ず行うことがあります。それは来てくれたお客さんにメッセージを読み上げること。はい、じゃあ読ませてもらいますね。大事なことはどんな時も和弘は和弘らしく、ゆいもゆいらしくいること。だからお互いに比べるのではなく、お互いの自分らしさで力を合わせよう。二人が支え合えば力は大きくなる。この日片山さんは以前から頼まれていた書き下ろし作品を届けるため富山市のお花屋さんへ。こんにちは。こんにちは。いらっしゃいませ。それはもしや綺麗に、はい、綺麗に。じゃあこれを、はい、どうぞ。あー、すごい、すごい。ありがとうございます、はい、なんかお店のまたこう目標をいただきました。はい、へえ、ナチュレは今日もナチュレの花を思い切り咲かせるっていい言葉ですね。これいいですね、ナチュレは今日もナチュレの私の確認じゃないですか。あ、持って、私外から確認。あー、いいなー、ありがとうございます。すごい、これもうすぐブログに、はい、もうアップします。僕もこれ載せていいですか。お願いします、はい、うん、お願いします。いや、もう見て見てみたいな感じですよ、うん、全然もうバッチリ、うん、すごい嬉しいです。はい、もうそれをやっぱり何回も味合わせてもらってるんで、そのなんか嬉しいのを感じながら作りますね、うん、そういうのをイメージして、うん、喜ばれる喜びが嬉しいですね、はい。